Welcome to 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 Mari and Taka Happy Life。はい、マガンダンガビー、こんばんは。マリアンタカハッピーライフでーす。はい、今ね、動画は、10月の31日の、夜9時に、今動画撮っております。ちょっとね、仕事を今日月末締めたんで、ちょっとね、頑張って稼がなきゃいけない。まぁ、ちょっと今、ウーバーイーツ出前館もちょっと単価も安くて暇になってるんで、生活支えるのにちょっと遅くまで頑張んなきゃいけないってことで、今帰ってきましたが、まぁ、非常に遅くなってしまったんですけれども、告知というか、まぁ、今回ちょっと僕の方は、会場の方にはちょっと行くことがちょっと難しいとは思うんですけども、まあご案内ということで、今動画を撮っております。はい、まあフィリピンエキスポって、6月にあったと思うんですけども、そのフィリピンエキスポの、まあ、あの、なんていうか秋バージョン、まあ去年は、新小岩であったんですけども、歌と踊りの祭典、歌と踊りの祭典っていうことで、フィリピンエキスポの秋バージョン、日比友好、歌と踊りの祭典っていうことで、in 亀有、葛飾区の亀有で、やっております。まあ、Google マップとかで見ていただければわかると思うんですけども、JR 常磐線の亀有を降りますと、右側の方にね、歩いていくとね、公園があるんですね。そちらの方の、公園の会場で、やっております。まあいろいろ、日本のね、アイドル歌手の方が来て歌ったり、いろんなフィリピンのお店の方がフィリピン料理を振る舞ったりとか、そういった、イベントになります。まあ、ミニエキスポみたいな感じで見ていただければいいのかなと。で、まあ、おそらく、上野でね、やられる本ちゃんの方のエキスポから比べれば、そこまで並ばなくても、食事にありつけるのかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、今回は、GoTo ピナちゃんズの GoTo さんとマリアさん、それから、茶系のピナツボチャンネルの茶系ちゃん、それから、マヨンカズチャンネルのマヨンカズさんと、ナナさん、ボスナナさん、が共同で、お店を出してます。お店の方が、GoTo さんたちが、稲猿かな？稲猿をやります。稲猿ね、をやります。はい。それから、ナナさんたちが、5頭かな？ 5 頭。5頭は、フィリピン流のお粥ね。うん。なんですけども、そういったものをやります。稲猿は、まあ、チキンの、焼いたやつですね。って言ったような、ものを出展されています。で、まあ、フィリピンエキスポの時は、まあ、四国のスーさんの、ブースのお手伝いの一環としてやられてましたけども、今回は、チャケちゃんやゴートゥーさんたちの、自己負担で、出展されてますので、どうかね、皆さん行かれて、フィリピンの味ね、食事、食してみてはいかがでしょうかということです。で、まあ、あと、カラオケもあったかな。あと、フィリピンのね、多分土曜日、日曜日あたりだと、フィリピンの曲なんかも、流れたりすると思いますんで、どうかね、葛飾区亀有、まあ、ちょっと地方の方は厳しいでしょうけど、関東の方はね、まあ比較的上野から電車乗り換えなしで、乗り換えあるか、各駅停車しか止まらないから、まあ地下鉄千代田線直通、だから小田急線のね、沿線の方とかは、乗り換えなしで来れるのかな、っていう感じです。まあ、常磐線です。常磐線と地下鉄千代田線の亀有駅です。簡単に言っちゃえば。で、快速電車止まりませんので、
常磐線の各駅停車で、いらしてください。でちょっと遅くなりましたが、日にちが、本日のこの動画撮ってるのが本日ですからね、10月31日の、木曜日から、11月の4日まで、開催されてます。で、金土日月って、3連休、月曜日祝日になるんで3連休になりますんで、まあ、ちょっと、天気がね怪しいんですけども、ぜひね足運ばれてみたらいかがで、まあ、上野行けなかった方特に足運ばれたらどうでしょうか。まあ上野ほど、まあ、ごった返してはないと思うんで、まあ、GoTo さんとかチャキちゃんと、コミュニケーションなんかも取れるんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、ぜひね皆さん足運んでくださいね。よろしくお願いいたします。はい、っていうことでね、今日は、まあ、フィリピンのイベント、歌と踊りの祭典 in 亀有っていうのが亀有駅降りてすぐ、右の公園の方でありますので、ぜひ足を運んでくださいっていうご案内になりました。はい、最後までね、ご視聴いただきありがとうございます。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン等よろしくお願いいたします。はい、以上になります。まあ、詳しいことは、まあ、チャゲさんとか GoTo さんとかに、直接ね、聞かれたらいいと思います。僕は直接携わってはいないもんですから、詳しいことはちょっと今回わからないんですけども、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ終わりにしていきたいと思います。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイポー。